はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、テキーラの、飲み方として、ショットガンスタイルというのを紹介したいと思います。用意するのはショットグラス。これね、ちょっとね、マジのワンショットグラスなんで、もうちょっと長い、これぐらいの、ミドルショットグラスぐらい、大きいショットグラスがいいんですけど、これしか俺なくて、まあ仕方ないですね。あとテキーラとジンジャーエールですね。作り方は、テキーラを1対、ジンジャーエールを1、1対1ですね。ジンジャーエールとテキーラを1対1で入れます。ショットグラスに注ぎ、そして、蓋をして、手で蓋をして、バンとこう。こうやって、まあ、ぐいっと飲むと。これがショットガンスタイルというものらしいんですが、ちょっと全然泡立てなかったです。参ったな。なんかまともなショットグラスないかな。これでいいか。カップ、ワンカップ。ワンカップの。焼酎のワンカップ。ワンカップ瓶で。せーので。でやって、泡立ってるときに、まあ、飲むと。で、これは、いわゆる、テキーラの癖を、だね。テキーラって癖あるんですけど、この癖がなく、非常に飲みやすく。ですが、実際は、ショットガンで撃たれたように、後々、カクーンとね、来るカクテルと、飲み方となってるみたいです。確かに、ね、かなり飲みやすいは飲みやすい。ショットガン、テキーラと。本当はね、これぐらいの高さのショットグラスみたいな、細いグラスがあれば、ベストなんですけど、今度買ってこようかな。ショットガンの飲み方をご紹介します。まずグラスにテキーラとジンジャーエールを1対1で入れ、勢いよくテーブルにグラスを叩きつけると、テキーラとジンジャーエールがよく混ざり泡状になります。グラスをテーブルに叩きつけておいて、グイッと飲む姿は、洋画などでよくあるシーンです。泡状になったカクテルを飲むと、テキーラの癖が消えて一気に流し込むことができます。これこそショットガンスタイルという飲み方です。なるほど。テキーラというのはかなり酔いが回りやすいお酒であり、その強いお酒があまりにも簡単に飲めてしまうものだから、急に勢いが回ってカクーンとくる、酔いが回ってカクーンとくるのです。その名の通り、ショットガンで撃たれたようにカクーンとくる。これが名前の由来です。個人的にね、このジンジャーエールね、じゃなくてウィルキンソンのジンジャーエールが良かったんですけど、売ってなくて。このジンジャーエール甘いからな。甘いからこれ、ドーンってやった時に、
手がベタベタになるんで、あんまり。うん。できるなら、あんまり甘みがないやつの方が、いいんですけど。で、あと、ショットガンには、シャーベット状のものもあります。氷をシャーベット状にして、テキーラに、を注ぎ、果実系の味でテキーラの癖をごまかします。どんなお酒でもシャーベット状にしてしまえばお酒の味はあまりしなくなるものです。ましてや果実系の味付けがしてあるのでお酒のような感じがせず、お酒が強くない人でもぐいぐいいってしまいます。そしてショットガンに撃たれたようにカクーンと。で、ヨウツベにもですね、テキーラショットガンっていう動画がありまして、見てみると、5つの、細い長いグラスに、テキーラを注ぎ、テキーラを注ぎ、テキーラを注ぎ、そしてこれ何を加えてんだ、ちょっとわかんないんですが、で、ジンジャーエールを加えて、もうほとんどこれジンジャーエール割りですね、これね。で、手で塞ぎ、バン、ごっくり、バン、ごくり、バン。めっちゃね、吹き出してます。バン、ごくり、バン、ごくりと、ご飯飲んでいる人がいます。実はテキーラはですね、ちょっと、もうめんどくさいんで、ここのね、動画、この動画で紹介しちゃいますけど、カクテルに、実はテキーラの、うん。あれ？ごめん、忘れた。ジンジャーエール割りがあった気がするんだよね。うん。なかったっけ？ないのか。もうなんかこの、ヨウツベで紹介されてるのは、ほとんどジンジャーエール割りの、テキーラトニック、テキーラバッグか。テキーラバッグみたいな感じですね。ほとんどね。もう、だって、1対1とかって書いてありましたけど、普通にこんぐらい入れてたよね。1対多分、3ぐらい入れてたので、これでいいんじゃない？まあ、そっちの方が泡立ちやすいっちゃ安い。あんまりあれだな。うん、まあ、いいや。確かに結構ね、きますね。あ、これいいな。氷でできたショットグラスだって。これ欲しい。クールシューター。氷で、氷の、グラスの型に水を入れて凍らせてっていう。これいいね。まあ、ただ、ただ、びちゃびちゃになりそうだけど。飲んでる最中に溶けてて、もう、机がびちゃびちゃになりそうだね。
ショットガン。長めのショットグラスにスピリッツ、過去テキーラなどそ、と炭酸を半々に注ぐ。コースターやライムの半切りなどで上を塞ぎ、テーブルにダンと打ち付ける。炭酸がシュワッとしてる時に飲み干す。あ、テキーラでつければテキーラショットガンらしいです。一応、あれなんですね。カクテル名なんですね。カクテルの名前なんですかね。なるほど。まあ、結構こういうね、まあ例えばニコラシカとか、あとテキーラの、ここの部分に塩を置いて、ライムを口にかじって、まあ飲んだりする。テキーラショットっていう飲み方とか、あとアブさんも飲み方がほら、あるでしょ。角砂糖を燃やして、うわーみたいな。あとコロナビールとかレインボーですね。まあ結構酒に飲み方があると。主に、まあバーで、例えばニコラシカ頼んで、ね。ニコラシカって本当に、俺、本当これ、ね、今までっていうか、今までじゃないけど、割とね、こんな最近まで、カクテルに詳しくなかったのに、ニコラシカなんで、こんな状態で出されたらね、すごいですよ。ニコラシカね。まあ、俺、昔飲みましたけど、確か。飲みましたが、これですからね。こういう、なんか帽子かぶったみたいな、ね、状態になってますけど。こういう状態で出されて、まあ、バーとかでね、ニコラシカ頼んで、まあ、頼むんだったら、まあ、頼んでいるぐらいだから、まあ、さすがに飲み方ぐらいはわかると思うんですけど。俺、知らなかったらこんなん出されて、どうすんのって、なるとは思います。ニコラシカね。まあ、これの飲み方としては、こうやって、レモンのスライスの上に砂糖が乗ってるやつを、こう半分にレモンを折って、結局砂糖を一緒にくるんでしまって、口の中にガブリと。レモンと一緒に砂糖を口の中に入れて、そしてこの中のブランデーですね、をゴクッと飲んで、口の中で混ぜ合わせて飲むと。これはなかなか、難しい。こんなんいきなり出されたら、どうやって飲むのって。ほんと酒に詳しくない人は、イエーってなる。イエーってなるやつですね。これはなかなか、まあ、テキーラショットとかは大体わかると思いますけど。まあ、ライムが、ね、グラスの上に置かれてたりするんで、まあ、ライムかじりながら、テキーラ飲むんだろうなっていうのは大体わかるんですけど。まあ、あと、アブさんですが、まあ、俺はあんまこれ嫌いなんですけど、まあ、アブさんもね、まあ、
炎を出すぐらいだからね。角砂糖と、ね、ライター使ってね、ファイヤーして、飲むぐらいですから、結構変わった飲み方では。まあ、あとコロナビールもまあ、まあ、大体わかるでしょって。まあ、あのね、ライム絞って入れて飲むって。うん。コロナビールはうまいですね。確かに。なるほどね。なかなか勉強になりますな。テキーラショット。ショットガンというのはカクテルの名前ではなくて飲み方の名前らしいです。あ、カクテルじゃなかったのか。ショットガンスタイルという飲み方。ちなみに一気に酔うための飲み方です。テキーラではなくウォッカでも OK というらしいです。なるほど。あ、ちなみにジンジャーエールじゃなくて炭酸水でもいいみたいです。でもやっぱ1対1が基本みたいですね。まあ俺もちょっと結構飲みます。もうかなり酔っ払ってますが、関係なく飲みます。まあ個人的に1対ね、2ぐらいがいいんじゃない?多分。一斉の、いや、これ1対2だと、これ。すごい量が多い。量が多いっていうか。うん。その量にもよるんでしょうけど。ちょっと、結構多い。あ、飲むのに結構時間かかったわ。でも、すごい泡立ちましたね。ブワーって結構泡立ったの今見ました。うん。いや、もういっぱい1対1、1対1、1対1、1対1の方がいいのかな、やっぱな。対一。確かに1対1ぐらいの方がいいですね。ただ結構バツッと、グラスだとこれをグラスだと考えると、結構やばいぐらい叩きつけないと、あんまり炭酸はシュワーとはいかないみたいですね。ちょっと柔らかめのコースターにちょっと、叩きつけるのがいい。